はいどうもこんにちは、映像制作のイモンです。今日はですね、アフタイトのチュートリアルやっていきたいと思います。今日はこのような感じで、文字にね、長い鍵をつけたような、 え、デザインね、作っていきたいと思います。えー、モーショングラフィックスの表現でね、よくこのデザイン見たことある方もいるかもしれないんですが、まあ、結構簡単に作れますので、よかったら見てみてください。それでは、どうぞ。ま、今回はね、この長い影の付け方のテクニックをね、えー、詳しく紹介しまして、まあ、最終的にこのようにね、えー、コンポジットをしているんですが、ちょっと質感つけたりね、えー、してるんですけども、まあ、そこに関しては簡単にね、えー、触れて紹介するような、えー、形にしたいと思います。それではやっていきましょう。まずね、平面。 背景の平面を置いててもらって、えー、今回の色はねこのような数値の色にしていますではテキストを出していきますがここからですねクリックしてもらって、えー、今回もイエモンとテキストを打って作っていきます で、今回使ってるフォントは、センチュリーゴシックというフォントを使っております。まず影の付け方、このテキストレイヤーに対して何かを作るってわけじゃなくてですね、このテキストレイヤーから、えっ、ー、と、右クリックで、作成っていうところから、テキストからシェイプを作成。このシェイプを使って、あの影をね、えー、作っていきます。このシェイプレイヤーはテキストレイヤーの下に置きます。まあ、名前わかりやすいように、イエモン。 影としておきましょうシェイプを作った時点で目が消えちゃうんで非表示になってしまうのでこ,こもう一度表示させておいてくださいでは影の付き方をねやっていきましょうここから三角マークをクリックしてもらって追加からリピーターを選択しますそうするとここにねリピーターが現れましたでここの三角マークをクリックしてもらってこのコピー数ですねこのコピー数を100にしてもらいます そうするとこのようにたくさんね、え、現れたと思うんですが、あとはですね、このトランスフォームリピーターの位置を調整してあげることによって、うまくね、あのような影を作ることができます。要は影の作りの原理としましては、まあ、大量にこのようにね、えっ、ー、と、家物文字を複製して、その位置をね、え、このように縮めて重ねていくことによって、影のように、え、見しているだけということで、 で今回はね、X 軸を4、Y 軸を4ぐらいにしてあげると、このように文字からね、影が長く伸びたようなデザインを作ることができます。あとはですね、最終的な作品を見ると、ちょっとグラデーションがかかっているような表現になっていると思うんですが、えっ、ー、と、ここのシェイプレイヤーに対してですね、えー、グラデーションをかけていきます。レイヤーから、レイヤースタイル、グラデーションオーバーレイ をかけるとこのようにね、色がつきますので、あとはですね、ここに出てきたグラデーションオーバーレイをクリックしてもらって、この数値をね、調整してあげます。えー、まあ今回はね、グラデーションの編集ぐらいしかね、触っていません。 で、グラデーションを編集をクリックしてもらうと、このようにね、グラデーションのエディターが出てきますので、ここでね、え、色味を調整してもらってですね、自分好みに、え、デザイン、色のデザイン作ってみてください。で、今回は、位置が動いたり、色が変わったりしてると思うので、それだけ簡単に紹介していきたいと思います。え、色の変え方としましては、グラデーション編集にキーフレームを打ってですね、え、色を変えています。今の色が、ここの水色、黄緑。 っていうグラデーションになってると思うんですが、これを今現状の色としてキーフレーム打ちます。まあ、この2秒のところでバーを持っていってですね、えー、グラデーション編集をクリックしてもらって、ここで、ま、色をね、変えてあげます。そうするとこのようにね、キーフレームが自動で打たれてますので、これを戻していくと、このようにね、勝手にグラデーションで色が変わっていく。 アニメーションを作ることができます。あとはね、このように影の位置が変わったアニメーションをつけてるんですが、そこはですね、最初に触った場所で、えっと、位置ですね、ここにキーフレームを打ってあげることによって、4からマイナス4、マイナス4とかにしてあげると、このように反対方向にアニメーションをつけることができます。あとは、最後にですね、えー、文字がこのようにばらけてると思いますが、 これはですね、ここの回転っていうパラメータをね、数値変えてあげることによって、このようにアニメーションをつけることができますので、これでですね、先ほどの最後のね、トランジション部分といいますか、この部分を作っています。はい。この3つですね、この3つにキーフレーム打ってもらって、今回はね、アニメーションをつけております。今回はね、この影の付け方がテーマなので、ここをね、詳しくやりましたが、 まあ簡単に、えっと、最終のコンポジット方法、ちょっとね、えー、質感の付け方だけをね、えー、紹介していきたいと思います。今作ったイエモンのテキスト、イエモンの影の上にですね、フラクナルノイズループっていうのをね、付、えー、けてまして、これはどうやって作ってるかと言いますと、まあ見づらいと思うんですが、かすかにね、これ、ノイズが走っています。かすかな、この、 わかりにくいなーっていう、この微妙な感じなんですが、えっと、明るさをちょっと下げると、このような感じで、はい。フラクタルノイズでこのようなノイズを作ってるんですね。はい。こんな感じでね、5フレームごとにフラクタルノイズの形を変えて並べることで、このようなね、ちょっとカクカクしたような、えー、ノイズのアニメーションを作ることができますので、ま紙、あの質感のようなアニメーションの雰囲気を、えー、これでね、えー、作っています。これをループさせてですね、上から乗算してね、え重ねています。 こういう雰囲気の質感を作るときに、まあ、このテクニックはよく使ったりしますね。その上からさらにですね、これも僕がよく使うんですけども、ノイズというエフェクトをかけています。調整レイヤーを出してきまして、エフェクトからノイズ。で、今回は8%ノイズをかけていまして、少しね、えー、表面ザラついた感じを作っています。その上から素材を重ねてるんですが、ライトリークですね。 このようなフレアの素材、ライトのフレアの素材をね、上から重ねています。で、あとはカメラを置いてですね、このようなアニメーションつけてるんですが、ちょっと揺れてる感じが出てると思うんですが、これはですね、このヌルオブジェクト作ってですね、モーションスケッチで自分で手書きでですね、このようなちょっと揺れるようなアニメーションをカメラにつけてですね、この画面がね、少し揺れてるような雰囲気を え、出してですね、手ぶれの感じを作っています。まあ今回やってるのはね、このような感じの作業です。またこのね、モーションスケッチのやり方とか、フラクタルノイズループのね、作り方のパターンとかね、もっと詳しく他の動画で紹介したいと思いますので、まあ今回はね、このモーショングラフィックスの表現でよく見る、この長い影の付け方ですね、紹介しました。 はい。というわけで今日の動画は以上になります。こうやってね、リピーター使ってね、いろいろ工夫すれば、いろんなね、えー、表現作ることができますので、まだね、えー、紹介していきたいと思います。えー、アフタイトのチュードリアル以外にも、3DCG ソフトの CM4D の解説だったりとか、動画編集ソフトの Premiere Pro、スマホアプリバージョンの iMovie の解説だったりとか、自分で編集されている YouTuber の方に向けた、ちょっとしたね、編集のテクニックとか知識を、えー、解説する動画上げてますので、よかったらね、チャンネル登録して他の動画も見てみてください。えー、今日はこれで終わります。ありがとうございました。